はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル、魔術師編ですね、やっていきたいと思います。じゃあ千の古城のアイアンゴーレムを倒しましたので、ここからアノールロンドに向かいたいと思います。またイベントはカットして、で強いソウルの矢があるから騎士たちは倒していきますか。割とねソウルを持ってるんで、経験値稼ぎも兼ねて、あとこいつらとの戦い方も、盾があるのか、盾があるからな、どうなんだろうな。ここから当たる？あ、一応、うん、こういう感じか。やっぱり振らせて撃つと楽したな。マジで楽だな。1500は美味しい。じゃあこれも追尾する結晶塊使っちゃおう。いけーってなんのかな。これさ、やり方が分かんないんだけど、全部ガードされてるし。どうなの。これ魔法カット率 100%、 こいつの盾優秀だ。ほいっと、こっから当てんのが難しいんだけど、何気に。じゃあ初段は強いソウルの太矢で当ててからにしよう。ここから撃つと400とか。で振らせていって、盾がほんと邪魔だな。まあまあかな。ここってミミックとかいたっけ。つこう、大丈夫だね。逆側がミミックいた気がするんだよな。でもじゃあまずはかがり火に触れますか。いや、かがり火に触れる前にあの2体を倒してからかがり火に触れよう。宝箱、これこのまま当てられる？大丈夫っぽい。光るくさびし、これ絶対デーモンでしょ。このデーモンじゃねえや、ミミックでしょ。強いソウルの太矢をこのままぶちかまそう。あ、え、当たってない。もうちょっと後ろからやる。ここらへん当たった。追尾にしよう。まだか。これほんと役立つ。で結晶ハルバード、結晶ハルバードはね結構使いやすいんだよね。結構使いやすいっていうか強い、普通に。まあ、結晶系の武器なんで耐久力の回復ができないんですけど、レベルをね上げればね耐久力はまた元に戻るんで、まあ、3くらいまで上げて3から4、4から5っていう感じで使っていけば、まあ、使いやすいと思います。じゃあかがり火に触れて1万6000かレベルアップできそうだな。もう1個記憶力増やしたいといえば増やしたいんだけどな。一応スロットは増えないけど記憶力を増やしておきましょう。よし、じゃあ射程進みます。じゃあこのガーゴイルもぶっ倒しておきますか。これだと逃げますよ。いて捕まれた。当たった今の追尾のやつ。さっき当たってなかったんだ。これで、ああ動いてると結構直線的な動きしかしないのか。え、これさ、発動の仕方がいまいち分かんない。発動条件が、ガーゴイルの兜と斧槍。
赤いテーマなかったっけ。まあいいか。さてここもちょっと慎重に行きましょう。降ってくるんで、じゃあついてついてつきまくる。結果すると4発か。よいしょ、かわしてくるね、めんどくさいことに。 OK、 ちょっとあれを回収する。投げナイフ、ここも盾を構えながら追尾する。決勝でいくか。直線の時だけ走ってこう。狙える？こっからさ、どうだ、当たるか、この角度。全然当たんねえんだけどシールドバッシュする。ほら落ちな。動きに弱いねこの追尾する結晶塊は。で一応これは落としとこう、シャンデリア、ガシャーンと。一応ターゲッティングして、ターゲッティングできねえしこの位置だと。発動する？いやわかんねえな、発動条件がいまいちわかんねえ。これは直線的だからいけるでしょ直撃。死体が引っかかると邪魔だからな。でこれはね、ここからジャンピングでいけるんで OK。 来て刺さった。ベストを飲んで普通に強いソウルの矢でいきますか。ガーゴイルがもう一匹いるんでそいつを始末しましょう。どっから出てくるっけ300ってなんだ、誰だ、絵画森か。あれいなかったっけガーゴイル。あ、いた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 。めんどくさいことになるから倒しておこう。当たらんな。え、なんで当たんない、判定が厳しい。これは当たるでしょう、俺も当たったけど。この上に飛びられるとめんどくせえ。やばい、いって、飛んでるやつはもう魔法がなかなか当たんない相打ちにならないと当たんないな。よし、そっか、レストビを大量に使ったな。ガーゴイルの盾、ガゴ盾ってどうなの。であとはまたこの衛兵がいるんで始末しておきますか。どっから行ける、ギリギリのところから狙ってこう。けっ、あ、気づかれたわけじゃない、まだ気づかれた振らせていって間合いを間違えるとめっちゃ食らうな。振らせて、ほい、当たらない、段差にも弱い。魔法ほんと難しいわ、こういうところで難しさが出てくる。当たるじゃん、この盾。強いソウルの矢だと3発。結局エストビハート1個になっちゃったよ。右のやつはほっとく、左か。
あとはね、魔法防御力が高いとね、ちょっと肉弾戦をせざるを得ないんだよね。一応ガーゴイルは2発。太いソウルの矢、強いソウルの太矢、最近名前間違ってばっかだな。一発で出せる？てか落っこってったし、普通に左もいるからね、気づかれない位置で。ちょっとターゲッティングができない。連発しよう。落っこってった。で、ここのガーゴイルどうする？いるよね、もう見えるもん。ちょっと追尾出しとく。追尾出してロックオンして、ロックオンしなかったけど、おお死ぬ、マジで死ぬ。これあの矢が食らったら死ぬ。あぶね、エストが完全になくなったな。ここ自体は、おお、なんか走ってればとりあえず大丈夫。こっちから狙えないんだよな。で、問題はさ、魔法でなんとかなるもんなの？ここにいて一発縦受けして、え、後ろからも来てる。なんかこれ落ちて、落ちる、落ちる。あと一発。立て、よし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 、やっべえ、死んだ。後ろから食らった。よし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 、なんとかなった。まあ、追尾するソウルの塊がうまくはまればね、結構いいんだけど、これ弾かれちゃうからね、壁とかに当たると。だとここはね、ショートカットがあるんだけど、それを使っていくかどうか。まあ一回扉を開けて開通して、そこからゆっくり探索していくっていうのもまあありだよね。これさ、追尾がさ、あいつに当たったら敵対すんのかな。お、追尾まだ残ってんだけど。どっち側だっけ。一応ハベルは回収しておこう。お、ちょっと待って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 。銀騎士がいたのか。ちょっと遅いな、発動が。魔法でご了承。よし、OK。なんか落とさねえかな。で、これはミミックでも何でもなかったよね。太陽メダルで、もう一個の部屋か、ハベルがあったのは。かがり火の部屋ではないもんね。もうちょっと奥のところか。で、ここら辺は結構ミミック宝箱があったと思う。魔法もね、2発で倒せるとすげえ楽なんだけどね。微妙に足りないから突こう。こっちの方だっけ、ここだね。みんな出してるし。よし、ハベルは回収します。ミミックは一回太矢をぶち込んでから結晶でロックオンするか。これか、これ難しいんだよね、当てんのが。よし、で追尾、いけ。まだか、ちょっと残ってんね。で、こいつ自体は邪教か、罠に注意。あとはもう全部大丈夫なんで開けていきましょう。大竜が、大竜がもう絶対触れないからね。ハベルの大盾、まあ、これはゴリ押すときに
使っていきましょう。兜と鎧、鉄鋼と足鋼。じゃあ先へ進んでいきます。あれ、ここはまだ開かないんだっけ。そうだよね、ここがショートカット開通するんだ。じゃあこの階段を登っての、あれどこだっけ。あっち側だからここ。どうやって行くんだっけ。あ、ここだ。いい、よしと。これでもう向こう側に出ましたね。なのでちょっとまずはショートカットの開通系からやっていきます。開けちゃいましょう。ここはもうダッシュして、いい、よいしょ。痛い。まあ、こいつもそれなりにソウルは持ってるからな。ちょっと一回間合いを取ってストーンを飲んで、でこうやって戦うとはね結構いい、当てやすい。いって。一発食らうとただ半分くらい減るね。もう一回、俺のが早い。倒した。フォースより俺のが早かったね。じゃあ、あっちへ登っていきましょう。あっちはな、銀騎士がいたからな。回っていく。いや、こっちから行こう。強いソウルネを接近してぶち込む。接近すればもう、こっちのもん。あとは、あいつは来る前に。こいつは結構近くまで寄ってくるからね。上からいける。これで倒せればでかい。当たるわ。3000くらい持ってたもんね。いいね、やはりこうマウントを取りながら。当たった。オッケー。巨人鍛冶屋で結構ソウル使うんで貯めておきましょう。竜狩りの大矢はどうしようかな。なんだかんだで使わなかったからね、1周目も。まあファリスの弓で全然大丈夫でしょう。技量はね高めに振ってあるんで、弓矢の攻撃力もそれなりには高いはず。で巨人鍛冶屋はねユニーク武器を作れることができるはず。鷹の指輪をゲットして武器を鍛えよう。ウィングドスピアを10にしてちょうどか、10にして進化させて、これ月光町の角、これ魔法攻撃力なんだよね。これをちょっと使っていきたい。月光町ちょっと見てみようか。今雷を装備してんのね。月光町の角、補正自体は理力補正だね。まあ魔法だからね。なるほど、魔法防御力が高いとちょっと別のものを用意しなきゃいけないんだけど、その時はこれ装備できる。結晶ハルバードはそうだね、この時のためにちょっと残しておきましょう。まあハルバード系だから技量補正が少し高めなのがいいかな。あ、ただ月光町の角、これは光る系で鍛えていくのかな。いや、デーモンか。
デーモンね、ちょっとデーモン系はそうだよな、1000の工場とかで全然倒してないからな。まあいっか、あとそうだね、買えるものを買っていくか。進化全然なんかわかんねえのが、あのグウィンドリンのソウルとか暗月の灼杖とかなんかすっげえ強そうなんだけど、深淵の主マネス、ここら辺はあれか、あれ、あ、封印の灼杖もいけるよってことね。これ戻すのか、強化で。あ、雷はくさび石の塊を使うのか、塊はまだ貴重だからな。まあこんなもんか、12500ソウルあるからね。ちょっとこれを誘い頭になっちゃった、アイテムが。まあいいや、ちょっと台掛け買えるだけ買っとこう、大して買えないけど。オッケー、当たれ、よーし。こいつもそれなりにはソウルを持ってるからね、2発で倒せればね、ほんと楽。こっちにアイテムがあったはずなんで、まずあいつを突き落とそう。こっちが先に来たか、しかし上から魔法、もちろんグッバイ塊、いいね。こっちなんかある？ない。じゃああとはここも開けちゃって近寄ってきてんだけど、ふとや、よし、ふとや一発 か、カウンターが入ったかな今。通常一発じゃ倒せないよね。これ当たるんだよねこの位置。ああ、そうだな、というわけなので、ほら、いけ、弱どうなの、魔法防御が高いってことで。ここら辺の敵は片下とはいえ、このままな、温相撲戦に行くのはきついからね。一回帰ろう。じゃあオンスタ戦やっていきましょう。超自信はないけど、カット。あれ、あいつどこ向いてんだ。遅い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 、ギャハハ、なるべくな
両方ちょっと捉えておきたい。余裕があるときに頭に隠れて飲む。で、やつが近づいてきたら行って当たるか。てか相撲に当たってるし。あ、で突進突進。相撲になっちゃった。相撲の影に隠れちゃうんだけど。この距離はよし、距離を保ちつつだっけ。相撲にだから当たるんだって。あ、やべ、突進された。これはきちんと見てかわして、いて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 、この相撲突進が怖い。長期戦になるな。これはちゃんと見て、あギリ当たった。ゲッ、ちょっと相撲とあいつが離れた。一回距離を取って逃げる。で、柱に隠れてエストを飲む。あ、ちょい突進される。いてー、追尾でいく。追尾でいこう。ちょっと待ってね、ここはまずい。当たんのか。そもそもよし、よびりゃ50結構当たんな。1匹になればね。ちょっと待って、これはまたあまりいい位置ではない。柱の陰に隠れて体力はマックスに保っておく。来るか来ないか。とりあえず追尾を出しておこう。追尾を出しておいてこいつにターゲット合わせる。隠された。もう一回行って、行ってくれ。倒し倒し、グオホホホ。これでさ、ムービー終わったら即死ぬっていうパターン、もしかして奇跡が起こって生きてないかな。そんなんやる必要ないでしょ。死んだ。なぜわざわざムービー出したし。よしよしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、行って、潰された。相撲に当たってんじゃねえか。だから相撲がさ、でかすぎてさ、行って、相撲もすげえ減るな。で、思ったんだけどさ、だったらさ、もう相撲先に倒しちゃってもよくないか。デカブツ、こっちが当たりやすいでしょ多分。行かない。ちょっと待って待って待って、一応当たるね。もう隠れながらさ、柱に行って。ちょ、待って待って、もう2人いるっていうのが本当にねきつい。よし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 、来た。お前じゃない、お前はもういい。もう一回、あ、これはちょっと柱に隠れて一回飲む。待て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 、ちょっとスタミナを軽くさせつつ、痛い。ここはでもいいんじゃないか、回復地点として。全然良くなかった。二手にね分かれちゃうと困るんだよ。来た。ちょっと様子を見ながら行って、やっぱ相撲の方がパワーはあるか。もう3発くらいぶち込まないといけなそうだよね。
よし、モンスターイオンお前を倒した。ノーロックで追尾を出して近づいてきたらロックして追尾を当てる。これが結構やりやすいね。あとはお前だけだ、相撲。まあ、1対1となれば距離を取りつつ距離を取りつつこいつをぶちかます。トロ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 歩いてんじゃないよ。来たな、追尾はあと2発。ただだいぶ削れる。あとはもう出の早い強いソルの矢でチクチク削っていきますか。ちょっと柱がむしろ俺の柱が邪魔。来た、ちゃんと距離を取りつつをかわして、おい回避を優先、距離を取ったら魔法。今のはローリングしなくても大丈夫だったね。あと一発、うん、ザコが1対1に持ち込めばね、距離を取りながら魔法で攻撃できるからいいんだけど、いやーきつかった、本当にきつかった。5万ソウル、寵愛の抱かれ装備って落っこってるかな。別にいらないんだけどさ、落っこってなさそう。ロートレクの侵入イベントをやんないと落っこってないのかな。ここら辺にロートレク装備が落っこってたんだけどないっすね今回は。じゃあグイネビア様にお会いしに行きましょう。いいよいしょ。もう話はバンバンカットで。はいはいはい、ひざまずく。はいはいはい、さよなら。で5万ソウルあるんで、こっから棺の祭事場へ戻ってビッグハットローカンのね魔法をちょっと買いましょう。で一番最初に行くのはやっぱ公爵の書庫だね。公爵の書庫に行って白竜シースの尻尾切って月光の体験を手に入れると。で公爵の書庫へ行く前にビッグハットローガン、こいつからソウルの槍を買う。よし、これで全部買ったね。でこいつも公爵の書庫に移動するんで、もうすぐ旅立つ。なんて読むんだかわかんない。無駄死にするでないぞ、お前もな。君は私などよりローガンの話を聞いてくれって。こいつは魔術の杖しか売ってないからな。こいつどこで死ぬんだっけ。まあいいや。じゃあちょっともう一回アノロンに、転送して、いやーやっぱりねオンスモ戦は超苦戦したわ。2対1っていうところがきついんだよね。まあ、魔術師は1対1に持ち込めればとりあえず距離を取りながら魔法っていう戦法が取れるんで、まあ1匹になった後は一発で倒しましたけれども、次回は公爵の書庫ですね、向かっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。